はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しのことです。今回は令和の、バルイヤージュのなんか集大成みたいな感じを僕やりたいなというふうに思ってて、今回はあのモモンガシリーズに、例えばモモンガトリートメントとかオニヤンマジェルソルトとか、あと、モモンガオイル還元剤とか、あとはムササビ丸々とかいろんな商品がちょっとあるんですけど、その商品の、使っていただいている方向けの部分で、制作しているんですけど、まあ、一般公開という部分も一部この動画の中でしたいと思ってます。このような感じになってます。毛量は結構あります。これがビフォーの状態ですね。で、結構難しいのが、結構こんだけ暗めのバリア中からベースの暗めの感じからこう筋が入ってるんで、結構この辺のオレンジが対処法が難しいかなと思います。ちょっとね、動画で分かりづらいと思うんですけど、結構白い若白髪がちょっとあってですね、昔からあるんですよね。で、その若白髪がちょっとだけあって、それをちょっと目立たせたくないから、やっぱこういう今回みたいなちょっと根元が暗い、ぼかせるようなデザインを今回ちょっと選んでいただいたのかなっていう感じがあります。ちょっと令和の集大成のバレイヤージュをちょっとやっていきたいと思います。これを見れば大体皆さんやり方が分かるんじゃないかなっていうんで、いろんなことをちょっと混ぜたミックスさせたやり方でちょっとやってみたいと思います。まずトップにブリーチを入れていくんですが、上から僕はやるんですけど、なぜやるかっていうと、まず上の方がまず見えますよね。ここの筋出てなかったらもうバリアーズって終わるんですよ。なので、まずここを最初にやらないと、一番最初に塗ってトーンを上げないとダメなんですよ、ここは。なんで下から塗っていって、ここを時間待つと、こっちが傷んじゃうので、もうとにかくここの根元ががっちり抜くっていうのが肝心です。なんで一番最初にやるってことですね。まあ、ちょっとやっていきたいと思います。まあ、ほとんどこれ皆さんやってないと思うんですけど、くせ毛の方のエアタッチ、今日のモデルさんだとそんなくせ毛ないんであれですけど、結構絡んで落ちてこないことがあると思うんですよね。そういう場合って結構困ると思うんですけど、今日はまずプレでアイロン入れて、エアタッチしやすいようにまずプレでアイロン入れます。で、入れるのはここと、あとこの生え際ですね。縛った時に綺麗なラインを入れたいので、やっぱりエアタッチ綺麗に一番見える方法がエアタッチなので、このアウトラインを1本目と表面だけをエアタッチ入れます。で、全部エアタッチにすると時間差がすごい出すぎてしまうので、途中はバックコームで、で結構毛量が多いんで、これをエアタッチで全部やるとしたらすごい時間がかかってしまって、サロンでやるには効率が非常に悪いです。なので、今日のやり方がベストだと思います。なので、まずちょっと上をアイロン入れます。まずですね、ちょっとこれマニアックな情報になるんですけども、こうやって落とした時に、バックコームで落ちる毛がじゃあどれぐらい、どの辺の位置にあるのかっていうのを把握しておいた方がいいです。アイロンをしっかり入れる位置、この辺をしっかり入れればいいだけなので、結構長いですね、なかなか。で、バックホームじゃない、エアタッチで落ちるのってここなんですよ。なので、結構これが伸びてるんで、持つ位置、これすごくマニアックなあれかもしれないですけど、この辺で持っちゃうと落ちないってことですよ。この、これ誰も教えてないと思うんですけど、ここがこの位置に来たんですよ。ってことは、この位置で持たないと、エアタッチやった時に落ちないってことです。なので、そこも把握しておくと、よりもっと、上級者の部分ができると。だいたいこの辺もしっかりこれ入れないとなんですね。で、これはくせ毛の人のエアタッチのやつ使えるんで、こんな感じに高温でパッて簡単に入れるぐらいでいいと思います。今度は生え際の1線目ですね。多分ここまで細かくやるところはあんまないかもしれないですけど、顔周り1線目の一番アンダーのところを縛った時にやっぱり綺麗なライン出したいんで、一本で縛ってポニーテールとかした時に出せた方がいいから、ちょっとその部分をここをエアタッチ入れます。なので、ここはアイロン入れます。やっぱバックコームよりエアタッチの方がより綺麗な、状態が入れれるんで、はい。で、僕の場合はエアタッチするときに、皆さん多分このままエアタッチしてからウィービング入れると思うんですけど、僕の場合はウィービングのチップを取ってから、チップを取ってからやります。理由としては、チップを取ってからやった方が結構スムーズなんで、あんまりたくさん
これをかけなくていいので時間がかからないですね。それでこの辺ですね、先ほど溜まってたところってここですよね。ここを下持っちゃうと落ちないんですよ。なんでそこをちゃんと考えていただいて、ここを落とすってですね、ここをキュッと戻して止めます。はい、このような感じですね。はい、ここが筋になってくるってことです。結構ね、このホイールブリッジも塗る量が少ないと結構ムラになりやすいんで、ちょっと水で濡らしといた方がいいです。ここが何かっていうと、乾いてると止まってくれないんで、ちょうど真ん中のところに来るようにして真ん中で折って、そのままこっちにこうする感じです。で、結構これ皆さんやってないんですけど、根元にブリッジついたらそこがずっと、例えばここのブリーチが、例えばモデルさんが1年ぐらいまでずっとそこのブリーチ、この点になったブリーチと付き合わないダメになっちゃうんで、結構気をつけないとダメなポイントです。アイロン入れてるので引っかからない、防げる方でもできます。で、持つ場所はここですよね。はい、この辺を持ってかけていきます。で、止めます。そしたら今度ここを塗っていきます。で、結構ね、モモンガシリーズのトリートメントをお使いになっている方は、結構ね、無料のオンラインサロンというか、無料で見れる、使ってる方は無料でかなりたくさん有料級のいろんな情報が見れるサイトを僕が作って、それを URL を送ってるんですけど、ぜひどちらも参考にしてみてください。で、ここも同じようにコットンをちょっと湿らしたやつをこうやってやると、根元にブリーチつかないんで安全です。ちょっと前髪落とした方がいいですね。ここは後でやった方がいいですね。長さが違いすぎるんです。で、エアタッチを入れます。先にエアタッチしてからウェービング取る場合もあるんですけど、結構こっちの方が楽です。結構ロングの場合難しくて、結構ここをたくさん広げていかないと結構ムラムラになっちゃうことが多いんで、本当に気をつけないとブリーチめっちゃ難しいですね。特にね、この前の方をつけたくないんで、挟んで、そうですね、こういう感じです。この上に乗っかってくるんで、より自然なんですよね。これは例えば通常のチップのメッシュをしてしまうと、じゃあ何がダメなのかっていうと、根元の量と毛先の量って違うんですけど、そのまま取っちゃうので、どうしても根元だけ入ってる感じしちゃうんですよ。オニヤンマジェルソルトっていうのがあって、もしダメージがひどい場合、今日の場合はまだいけるかなと思ってるんですけど、これでもうブロックしちゃいます。オニヤンマジェルソルトで、これはブリーチシャンプーの後にまた使ったりするんですけど、これで塗ってブロックしちゃう。もしくは一番結構手取り早いのは、水スプレーを用意しておいてダメージ箇所にかけちゃうってことですね。めっちゃ感じです。これ実はこれを入れます。意味なさそうですけど、めちゃくちゃ意味あります。これを止めとくと、結構白髪があっても、このメッシュ入れることによってちょっと分かりづらくカモフラージュができるので、今日みたいな若いお客さんじゃなくても、年配の方とかでも全然使えるかなと思います。バレイヤージに関しては、僕も全然60代の方にバレイヤージやったりすることも全然ありますので、全然いけます。エアタッチ入れます。こういう時ね、くせ毛だと本当落ちないんですよね。なんでなるべく横に広げた方がいいですね。集めると前髪とかもうついたらもうやばいんで、本当にもう全てが終わったって感じになります。正直ちょっと面倒くさいかもしれないんですけど、まあしょうがないです。結構この辺もやってあげた方が本当はいいです。まあここまでやらないかもしれないけど、みんなでアップした時に綺麗にこう筋が見えた方が絶対いいと思うん で、これをぶっちゃけ全部やってたら、もう最初にやったとこと後でやったとこの差がめちゃくちゃ出ると思うので、はい、水スプレーで止めます。
はい、こう止めて、ギザギザに取って、前上がりのギザギザに取ります。いいですか？前上がりのギザギザ。今回モデルさん持ってきてもらったやつは、結構この辺も筋入ってるんですけど、多分こうやって塗ってると思うんですよね、多分。で、あれはあれでいいと思うんですけど、やっぱりここ入れちゃうと、結構伸びて、後でダメージで出てきた時に、切ればいいかなっていうところを考えると、グラデーションカラーが一番ベストなんですよ。なので、必要な見えるところに入れようかなと思います。で、最悪傷んだら切る。これが一番傷まないバレアージュの方法なんで、見えるところは見えるところで入れる、見えないところはごまかすみたいな感じが一番ベストだと思います。で、この辺でバックホーム入れます。パレットで塗っていきます。で、なぜパレットを使うかっていうと、急げるとこは急ぐ。これでサンドイッチさせます。サイドは2段でいきます。ギザギザの前上がりに取ります。この辺にこう潜んでる毛を奥にやることによって、この長く見えてる毛だけになります。そうすると、同じ本数にメッシュが入るから毛になります。で、要は全部入れちゃうから、こういうところのメッシュが入ることになるんで、毛先が少ないのに根元多いみたいなダサいメッシュになっちゃうんですね。最近結構、卒業シーズン、今そうなんですけど、卒業シーズンで初めて染めるのブリーチだったりとかバレアージュしちゃう方が結構いらっしゃって、結構事故ってるラインがめっちゃ送られてくるんですよね。なんで直してくださいみたいなやつとか結構多くて、まあミニオンとかでもあるんですけど、ちょっとお断りしちゃった部分もあるんですけど、結構ひどくて、なんでそんなんのっていうぐらいひどいデザイン。だからそれってやっぱこのブリーチって特殊技術なんで、練習しないと結構本当できない、難しいと思うんですよね。なんで一番利用の技術でもしかしたら難しいかもしれないです。ブリーチって。誰でもできるもんじゃないというか。最近の傾向としてはみんな髪質改善に逃げて、難しいメニューをやらない。そして高単価を。アシスタントとかにもやらせられるんで、高単価を取れるようなトリートメントを進めるみたいな流れになっちゃってるんですけど、それをやってると美容業界は多分もう完全に終わっちゃうと思うんで、やっぱり技術を磨いてお客さんからお金をもらうみたいな感じの方が僕はいいと思ってて、やっぱブリーチとかは特に技術が必要なんで、やっぱり美容師さんやりたがんないんですよ。難しいし失敗したくないし時間かかるから。だけど、あえてそこを踏み込まないと、美容業界はダメになっちゃうと思う。みんな髪質改善、どこも髪質改善みたいなナチュラルなものばっかりになってきて、で、結構2万とか取っちゃうみたいな。だったら、ブリーチで2万取るよりも、全然能力もないし、アシスタントでもできちゃうから、ほんと薬剤ありきみたいな、技術なんか別にいらない、誰でもできちゃうみたいなのが、本当に今の美容業界の流れなんで、それがすげえ嫌なんですね。で、これを使うことによって結構量塗れるのと、こういう風にアクティブに塗れるんで結構染まりが綺麗になるんですね。多分毛先、この今やってるところは痛むかもしれないです。痛むというか痛みますけど、最小限の痛みでやっていけるんじゃないかなと。で、嫌になったら切ればいいし。はい、で、今度はバッグを入れます。そしたら今度はバッグのところをまたギザギザで入れます。一番最初に中に潜んでる毛を見たと思うんですけど、その時に大体モデルさんの今中の見えてない毛ってどの辺にあるのかなってそこで分かるんで、このバックホーム入れる時もこの辺だなっていうのが最初に分かるんですね。なので最初に確認しといた方が絶対いいです。はい、1個目できました。次いきます。ちょっとここ量多いですね。ブリーチ塗ります。多分こう竹でこういう風に縦に入れたりするのって楽なんですけど、綺麗にならないです。やめた方がいいです。はい、次入れます。これね、パレットで塗るのと、普通にペーパーで塗るのだと、全然、上がる時間が違うんで。で、ケアブリーチも一切使いません。ケアブリーチ使わない理由としては、リフトする必要があるところを無駄になんか時間かかっちゃうし、あんまり意味がないので。痛まないブリーチって一時的だと思うんで、絶対痛むんですよ、明るくなってるってことは。なので、痛みはもう諦めます。ある程度、どこまで進めない、痛みを進めないように、途中でブロックしたり、水を使ったりとか、
オニヤンマ使ったりとかして工夫していく感じです。はい、でこれで、ね、終わりなんで、ちょっと回しますね。で、下ろします。上のやつあと抜けるのを待つんですけれども、ここでちょっと選択することがあります。ブリーチをブリーチで終わらせてからカラーするのか、まあスマートなんですけど、そっちの方がでもコントラストは出ないです。要は、この後流した後に、根元の方暗いのやっておくとブリーチのところも黒くなっちゃうんで、スパッっていう筋が出せないです。でもそれでも出せる方法って実は裏技で僕あるんですけど、今日はちょっとそれやらないです。なんで今日みたいなコントラストは出したいんですよね、結構バツッと。でモデルさん言ってたんで、コントラストを出すためにはここで塗るしかないんですよね、その薬を。リフトしてしまうとオレンジが出ちゃって、そのオレンジが問題になるので、結構ここは強引にいっちゃいます。後の仕事が楽で、あとブリーチのとこに色を入れればいいんで、必要ないオレンジを消していく感じです。まあ、僕もできることならこれ繊細にできればいいんですけど、で、最初に黒いのをズバッて塗って、リバレイヤージュって僕は結構やってるんですけど、一回これ結構雑っていうか、そのあんまりスマートな仕事に見えないので、一回黒でバーンって塗ってからブリーチ入れていくっていう方法も結構僕やります。今日はそれやらなかった理由としては、結構ラインをズバッと入れたいんで、やっぱり黒いのを入れてからブリーチしちゃうとちょっとリフトが微妙だったりするんで、今日はラインを重視したいなっていうんで、ちょっとこのやり方にしてますけど、本来は結構リバレイヤージュの方を多く使います。これあんまなんか好きじゃないですよ、ぐちゃぐちゃしちゃってて、だからあんま綺麗じゃないっていうか、なので結構大雑把に見えちゃいますし、結構ムラというか、まあ、あえてムラを利用するんですけど、でこれの失敗しない理由としては、根元側にとにかく塗れば大丈夫ですね。顔周りもちょっと黒いのを黒く塗った感じですね。まあ、今度はね、リバレイヤージュも見せれたらちょっと見せます。そっちの方が見てる方としてはすごいスムーズなんで、綺麗な仕事に見えるんで、そっちの方が映えるかもしれないですね。 YouTube 見ていただくと、ブリーチの部分とか縮毛矯正のダメージ部分とかにオニヤマジェルソルトっていうのを使うんですけど、そうするとストップさせといて、上げたいところをブリーチ追いブリーチしてみたいな、均等につないでいくってこともできます。そういう時にはオニヤマジェルソルトっていうのがすごくいいです。この後シャンプーしてブリーチの残留アルカリを除去する時とかに使います。で色の入りを均等にしたりとかするためですね。あと下が抜ければね、結構いいんですけど、多分オイブリッジしないと抜けないかなと思います。はい、まあ、例えばですけど、ここは今日は大丈夫なんですけど、ね、例えばここを水スプレーでこれにかけて、ここもストップはしないんですけどナチュラルにしとくとか、まあ、水が垂れるんでちょっと気をつけてほしいんですけど、そういう方法もあります。なんで結構水スプレーめっちゃ使います。今日はちょっと塗ります。毛先ちょっと明るくするんで。結構いろんな色したと思います。ああ、そうなんだ。白まで。白結構大変じゃなかったですか？結構大変です。何回もブリーチして。時間かかりますよね。2回ぐらい行って、はい、それにするのに。ああ、そうだね。1回じゃ行かないから。真っ白にしたんですか？真っ白にしました。すごい。そうだね。若気の1回じゃ行けないですからね。2回ぐらいかかりますね。切れなかったですか、毛は？切れたと思います。でも結構それ残ってないんですよね。もう残ってないです。ああ、よかった。多分今すぐ切れてますね、多分。しっかりもし残ってたら、じゃあ10時間ぐらいかかるんですか合わせると。でそれまた色入れてさ、そうだ、色にならなかったらまた色やり直してとか。やり直す。最初ちょっと青系になって、はいはい、だんだん落ちて白になり、ですよね、色が落ちて黄色になってからのピンク入れたいってピンク入れて。確かに白ね、一瞬じゃないですか。白の本当一瞬です。もう白の時期、うん、色抜けてくるからあーもう終わったんで。そうですね、その時期はいいんですけどね。結構青っぽくなった。結構青っぽく恥ずかしかった。それどうしたんですか？でそのまま過ごして、青で過ごしたんですか？青で過ごして、すげえすごいですね。で何週間後にまた染めに行って、はいはい、だんだん白に近づいてきて。ああ、じゃあそういう作り方したんだ、うん、一旦この色でみたいな。
ああそういうことね。あ、うん、あそういうことか。その日はもう時間なくてちょっと白まで持っていけなかったですね。ちょっと、うん、で青頑張ったけど青になって、いやでも気持ちわかるな、ゆうしさんの本当でき難しいからね結構。そうなんだ。私一回断られたんですよ。そう違う美容室で。そうですね、多分断りますね。うん、で何年か後に、ま、やっぱやりたいと思って。断ると思いますよ。時間とお金めっちゃかかるから。材料費だけだから本当に元、まあ、モデルでやってる分にはあれかもしれないけど、本当リアルでお客さんでやるとしたら、うん、すごい料金もらわないと割に合わないし、材料費とか考えて、本当に5万ぐらいとか。5万。で本当にそれぐらいもらわないと多分割に合わないです、多分ブリーチは。一番最初にやったところが、はい、技術多分そんななかったのか、なんか全然想像通りじゃなくて、いやそれが普通ですよ。そう、世の中そんな感じです、本当に。こればっかりは本当、ほとんどがそういう感じだ。いや、そういう言い方ちょっとあれですけど、結構ちゃんとでき、いや僕も分かんないですけど、ちゃんとできる人すごい少ないです。よく言われるのがあれですもんね、傷んでるからやめときましょう。そうです、多分それ傷んでるからやめときましょうっていう理由としては、美容師さんがスキルがないからできませんって言ってることと一緒なんです。ああ、なるほど。だから本当に傷んでても傷んでるところを避けてやればいい話なんですけど、多分それって言い訳でできないんですよ。うーん、デザインが作り方が分かんないし時間もかかって大変だから逃げる方法として傷んでるからやめましょうっていう合言葉です。すんなりやってくれたから、あれ前なんで言われたんだろう。多分スキルがなかった、勉強してなかっただけだと思います。ちょっと残念な言い方しますけど、それぐらい難しいんだ。動画とか見てできた気になるんですよね、情報だけっていうのは。 YouTube とか見ればでも実際やるのとまた違うんで、うん、確かにできないんですよ結構。その同じようにやったとしても抜け方とかも違うし、髪質とかも、そうですね、色の抜け具合も違うから、うん、ほんとちょっとしたことで仕上がり変わるから難しいんですよね。すごいな、ビーチ奥深いっすよ、すごいな、美容師さん。そうそう、まあ、本気でやんないと難しいっす、うん、結構忙しくて大変な時だったら、あ、ちょっとあんまりやりたいメニューではないかもしれない、避けたいできればやっぱりこれね、時間を置くのもあれなんですけど、結構そのまま新しいブリッジ作ってすぐ乗っけちゃいますね。その方が早いんでスピード重視してます。なので、じっくり抜くっていうよりはちょっともう営業中時間ないので結構巻きでやっていかないとなんで、常に。なのであんまり時間を置くっていうよりはもうすぐ塗って量は使っちゃうけどもう早くブリッジしたいみたいな。はい、ちょっと逆毛の部分ね、取れない場合はリンスとかちょっとつけて取ってもらえればと思います。今この状態にモモンガトリートメントをちょっとつけていきたいと思います。でモモンガがこのところパウダーの状態なんですけど、これに熱湯を入れていただいた方が結構良かったりとかします。でモモンガトリートメントは、まず一番最初シャンプーした後にやるんですけど、まだオニヤマジェルソルトの前にやった方がいいです。ブリーチの後の残留アルカリがまだ残ってる状態の方が入りやすいので、入りやすいところで入れて、それからオニヤマジェルソルトで酸化させてさらに振るっていう感じですね、はい、酸化させるって感じですね。酸に振るというよりは酸化させるって感じです。なのでまだ、今の状況の方が入りやすいんでここで入れます。でこれは沖縄の国産ハーブを使ったりチステインだったりとか酸とかいろいろ使ってるんですね。コラーゲンとかいろんな栄養成分を使っております。なんでモモンガトリートメントイコール栄養を入れるっていうふうに認識にしていただけるといいと思います。
で、あとサフェーサーって言って、あの塗料とか塗るときにサフェーサーって下地塗ると思うんですけど、これ実はちょっとベージュみたいな感じ、ペールイエローっていう色で僕言ってるんですけど、少しこの国産ハーブの色が紙に入ります。で、そうすることによって、カラー剤ってやっぱり薄くアッシュ寄りの色が入ってたりとか、まあメーカーによるんですけど、隠れアッシュっていう色がちょっとあったりとかするんですね。それで結構仕上がり青くなってしまったりとか、結構ハイトーンの場合はあるんですけど、そういうのを防ぎます。で、このペールイエローが入ることによって柔らかい仕上がりに、なってくれるので、あんまりエッジが効いた、強いブリーチカラーっていうよりはちょっと柔らかさがここに入るので、このペールイエローの色味を入れるっていう意味でも、このモモンガを全体にこういう風に循環させていくことによって、綺麗にこう髪質も強化しながら、ベースに薄くこうペールイエローを入れとくという感じです。はい、こんな感じで全体にタオルを使いながら全体に入れていきます。ちょっと髪が薄い黄色っぽくなるんですけど大丈夫です。この後にカラー剤入れるので、まあ、一般的にこのトリートメント、まあ、他社のメーカーさんのものと比べてもなんかちょっとパウダーのね、パウダーのトリートメントなんですけど、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、ただお湯で混ぜて使うだけというか、お湯で薄めればいいだけなんで結構簡単ですね、使い方としては。なんだろう、このドレッシング容器のやつに、まあ、1入れたら5から10あのお湯を入れるって感じです。はい、結構その辺はアバウトで使い方によっての濃度の調節をしていただければと思ってます。つけたらお湯をためてタオルを使いながらこういう風に全体をトリートメントしていくってことですね。そういう風にしていかないと色落ちが早かったりとか、色落ちしないんですね、やっぱり髪の状態をしっかり作っておかないと。例えば髪もアルカリに傾いたままだったら、よくね、家の扉みたいなイメージで結構する方がいらっしゃるんですけど、扉が開いた状態だと物が出たりとかすると思うんですけど、しっかりちゃんと髪の毛を正常な状態にキュッて締めてあげた方が色持ちするんで、そういう意味でもまず栄養を入れて、それから蓋を閉めるみたいな感じ、扉を閉めるみたいな、そういう一連の流れがあった方がいいと思います。酸性にするというより酸化をさせます。はい、でこれオニアンマジェルソルトというものなんですけど、こういうジェル状になってるんで、これをただつければいいだけですね。つけて、お湯をためてチェンジリンスをするだけです。はい、これはキトサンっていう成分のものだったりとか、あとはちょっと酸化させる成分のものだったりとかが入ってて、あとコート剤とかいろいろ入ってます。これをつけて全体になじませて、これをね、逆にしちゃうとちょっとモモンガ入りづらくなるので、モモンガが先がベストです。はい、そしたらつけたらお湯をためて、お湯はだいたい手首ぐらいですね、時計する位置ぐらいまでお湯が溜まったら止めます。で、時計の位置までお湯入れたら、そのままタオルを使いながら全体に行き渡らせていきます。こういう感じですね。で、結構修練ってキュッと締まってくると思うん で少量のリンスを使ってちょっとつけるとツルッとなるので、作業効率を上げるためにちょっとつけますね。で、この状態にオンカラーをしていきます。で、オレンジ味のところは残ってると思うんですけど、そこは暗めで潰していきます。ちょっとやっていきましょう。はい、ではこのままシャンプー台でつけます。なんでブリーチ以外はほぼほぼかなり弱い感じで塗ってるっていう感じですね。なるべくダメージを減らしていきたいんで。で、オキシを 2% にとかアルカリキャンセルにしていく理由としては、リフトをさせないってことですね。根元を明るくさせないためです。明るくすればするほどオレンジが出ちゃうんで、そのオレンジを後でまた消さないダメになっちゃうんですよ。なので中途半端なリフトはしないために、このように、はい、で、ちょっと残します。これ、後で根元で使うんで、根元っていうかな、中間つなぎですね。ちょっと水分つけて、こんだけ長い場合だったら、僕は、一回なじませます。こういうふうに。シャンプー台で、
シャンプー台でカラーを塗りまして、残液があると思うんですけど、この残液に対してこちらですね、結構これ引っかかんないんで、こうコロコロ回るやつ、下から見てって、あ、ここちょっとなーっていうところこう見えてくると思うんですよね。で、大丈夫だったらいいんですけど、途中やっぱりちょっと乾かした時に結構オレンジ味が出る場合があるんで、そういうところを潰します。で、根元のところも潰しちゃってるんで、そこは大丈夫です。まあ、集大成なんでいろんな方法、ちょっとね、上は大丈夫ですね、この辺はちょっとオレンジっぽいとこだけちょっとやばいなって思ったところは、はい、ちょっと入れたりしますけど。で、薬2個作るのは結構営業時間ってそんなに皆さん時間ないと思うんで、結構1個のカップでいった方が絶対効率がいいんで、そこは僕は1個でいきます。なんで残液に対して何パーセント入れたらこうなるっていうのを全部検証してて、です。ちょっとずつ入れる配合変えたりとかして検証してます。なんでこれはリッチブラック 20% が結構いいです。表面の方はま潰さなくていいかな。こんな感じですね。うちの色気シャンプーってやつに、これ塩基性カラーの、すごい分かりやすく言うと、この色もうまんまなんですけど、この色が髪に乗るって思ったら分かりやすいです。なんでこの時点で紫すぎたりとかピンクすぎたりすると濃すぎます。で、これで自分で好きなその時の色に合わせて3対1もしくは2対1で作れるんで、ぜひ皆さんちょっと作ってみてください。はい。で、あんまり濃くしちゃうと結構色がビビットに入りすぎちゃうこともあるんで、ハイトーンのブリーチの時は気をつけてください。で、シャンプーはこれでします。で、それで終わりという感じですね。どうかこんな感じに染まったので、ちょっと乾かしてみたいと思います。はい、ここで裏技なんですけれども、ピールメッシュっていう方法を使って対策していきます。で、今回、表面の方のブリーチを最初にやったと思うんですけど、そこが最初にやったところが結構そのリフトして、で、同じ色入れてもやっぱそこが結構エッジが効きすぎた色に、まあ、なってるんで、そこをちょっと色を調節をします。はい、いいですか。ちょっと分かりづらいかもしれないけど、ここちょっとね、少し紫が強く入ってるんですね。で、このアンダーの方の部分、ここに関してやっぱり毛量が多いので、抜けがやっぱりそんながっちり抜けるってわけじゃないんで、まあ1回にほぼ1回ぐらいのブリーチしかしてないので、表面の方がいい感じに今青くなってくれたんで、これちょっと今回ちょうどやるのにいいかなって感じでした。で、どうやってやるかっていうと、
アイロンはだいたい100、200度ぐらいからいきます。でこれちょっとフィンガーコームってのはちょっとつけてるんですけど、例えば、この毛束をちょっと青くなってるところをアイロン入れるんですよ。でちょっと上下にこう振りながら入れていくと青みが取れて、これ今白っぽくなったの皆さん分かりますかね。ちょっとこの辺でやってます。今これができることによって、あ、やばい、青くなりすぎた、色入りすぎたっていう時結構美容師さんあると思うんですよ。でもう一回シャンプー台に行ってやり直す、色もう一回入れるみたいなこと結構あると思うんですけど、例えばここもこれ多分人によっては入りすぎみたいな感じになると思うんですよね。なのでそういうところの調節ができたらめちゃくちゃ強いと思うんですよ。例えばここを、取りまして、この青っぽいところを上下に振りながらアイロン入れていきます。これ今分かりますかね、ベージュに変わったの色が分かりますか。ここ、まあ、ベージュにストーンって色が変わったの分かりますか。多分この今の段階だとモデルさんも多分もっとがっつり着たかったんですけど、そんながっつりじゃねえなって多分思ってるはずなんです、僕の予測ですけどなんでラインがこれちょっと出たの分かりますか。ちょっとがっつり欲しいなっていうのが、がっつり着てねえなっていう感じだと思うんで、そういう時にこの前髪をもっとがっちりいけます。例えばここを、根元はあんまりやっちゃうとオレンジ味出ちゃうんで上下に振りながら入れていきます。そうするとここが結構スパンって入ったの分かります、うん、そうするとお客さんが、あ、なんだ、なんか最初物足りないなと思ってたけど、ラインがあんま出てないなと思ってたけど意外と出るじゃんって思ってくれるんですよ、うん、でこの段階でも例えばこう今ちょっと見てくださいね、なんか大したことないじゃないですか、いきますよ、魔法みたいなんですけど、でこれをやってあげることによって、演出でやることによって、他でやってないことなので、あ、すごいなってことになるわけですよ。例えばですけど、これはもうスパッてこう、あ、すごい、明るくなるわけですね。あ、すごい、ほら、うん、違いますよね。っていうふうに、結構かわいい、違いますよね。ラインが出ると結構変わると思うんですね。でこれで表面の最初にやったホイールのところをこういう風に色がどうしてもね、流してる間に入っちゃったりとかするのはもう仕方ないんで、こういう風にケアをしていきます、うん、そうすることによってでバランスを整えていく感じですね。より上級者になってくると、これでさらにコントラスト、やるとことやんないところをつけたりとかしていくと、もっとこう自然な感じになったりとかしてくれるので、ちょっと急遽撮りますが、バリアージュ入れたんですけど、あと前髪がですね、モデルさんちょっとこうパツってなってるんですよ。でこれちょっとお母さんに切られたみたいなんですけど、うん、これを韓国風につなげる簡単な方法をちょっとやりたいと思います。で、結構バッツリラインが出てるんで、つなげるのは無理やりつなげていくので、使うのが R2 セニングを使います。で、まあ皆さん見飽きてるかもしれないですけど、例えばここをやるにはもみあげの先端とこのゴールデンポイントのところをつなぎます、はい、そしてこう持ってきて、この前髪の位置覚えておきますね。一撃できます。でこれをこっちにサイドチェンジします。でこのスタートラインがここなんで、ここから逆刃で入れていきます、はい、でこれだけ一瞬で、これだけでもうできました。本当にできたのかっていうと、前髪ちょっと薄くした方がいいんですけど、これでほら一緒に一撃でできましたよね。すごくないですか、ほら、つながりができたっていうか。で、ここのこの前髪が要は長カットで長くなったってことですね、こういうふうに、うん、でここの前髪がまだ重いんで、こういう場合はちょっとだけ下ろして、これ直す場合だったら、よいしょ、この場合この前髪ちょっと下ろしたら、こっちか、この中間だけちょっと削ぎます。そしたら前髪の存在がちょっと減るので、で今使ったのは T4 セニングってやつで、ちょっとラインが出ないやつなんですけど、そうすることによって前髪の量が減ると、あ、こういう風になって、でもう一回ぐらいかませば多分つながるかな。もう一回やります。そしたらイヤートゥイヤーじゃなくて、もみあげと、もみあげのちょっと上かで、ゴールデンポイントつないだところから、よいし
1回頭皮に対して90度に持ち上げます。前髪の位置を覚えておきます。はい、でここを K につないじゃうと穴が開いちゃうんで、ここですね、ここから無理やりつなげる感じです。そしたらサイドチェンジを使って、はい、ここですね、このサイドチェンジの位置から下に逃がしていきます。そしたらさらによいしょつながるんで、これで多分相当 いけたかな、うん、ほらこれでほぼつながった感じです。もっと伸ばしていけばここのところがもっと自然になっていってって感じですね。こういう感じになりますね。反対もお土産とイヤーとイヤーのところを取ってよいしょ、今度こっち持ってきます。そしたらちょっとハサミの言い方が今度こっちからいるんですけど、ちょっと難しいですね。これはね、ちょっと練習しないといいですね。ハサミの入れ方がちょっと独特なので、これでこっちがつながって、よいしょ、こう来て、ここでこう来て、ちょっと分かりづらいですね。そうすると前髪がつながって、ここをちょっと、なんか全然違う人に前髪だけで結構あります、うん、めっちゃ変わる。ちょっとここはね T4 セニングでぼかしていけばこうなって、うん、違いますよね、うん、前髪すごい大事、前髪そうそう、そしたら結構変わりません。別人、うん、あ、すごい結構違いますね、うん、姫カットじゃない姫カット、そう、姫カットからちょっとあの